영웅전설 1,2를 보면 이제 지하 세계와 지진 그런 게 많이 나오거든요. 지진이 일어나서 알고 보니까 지하에 세계가 하나 있었고 막 그런 게 있는데 뭘까? 게르빈 부장? 무슨 일이야? 아, 유격사 협회에서 나왔어. 잠깐 조사에 협조해 줄 수 있을까? 상관없다만 짧게 부탁한다. 지진 전후로 기묘한 일이 없었는지 물었다. 지진이라면 사흘 전 지진 말인가? 지진이 있었던 거 말고는 평범한 하루였던 것 같은데... 만약 수상한 일이 있었다면 벌써 보고했을 거야. 그렇구나. 아무래도 헛걸음인 것 같군. 용건은 그것뿐인가? 그래, 충분해. 방해해서 미안한 걸. 나야말로 미안하지. 그럼 이만 실례하겠다. 라고 얘는 뭐 정보가 없고요. 그 다음에 앞에 입구 병사도 있었지. 여기 병사 되게 적다. 이거 몇 명이야? 이거 다섯 명이서 지키는 거 아니야? 얘 뭐 있다. どうかしたのかい? 遊撃士協会の者なんだけど 少しの間調査に協力していただけませんか? いいけど 사흘 전 일어난 지진을 전후로 기묘한 일은 없었는지 물었다. 아,あの地震ね. 寝てたら いきなり 揺れたから 副長に どやされたかと思ったんだ. でも あたりを見回しても 誰もいない. 後で 地震だって 分かったけど 最初は誰かのいたずらかと思ったね。 それ 奇妙な出来事っていうより あなたの勤務態度の問題なんじゃ。 立ったまま寝られるとは大した特技だ。かくいう僕もソファーに寝転んだままフルコースを平らげることができるけどね。何の自慢にもならないわね。それ以外に何か気づいたことはありませんか？そうだな。そういやヘニングのやつが変なことを聞いてきたけど。変なこと？地震があった前の日のことなんだけど、同僚のヘニングが 誰かが門を通らなかったって聞くんだ。通ってないって答えたらしきりに首をかしげてたんだけど。どういうことなんでしょう。何か心当たりがあるのかも。その兵士さんに話を聞いた方が良さそうね。ヘニング。ヘニーラ い런 데서 군복무 하면은 되게 편하겠다. 닭이랑 가끔 놀아주고 심심하면은 뭐 달걀 가지고 요리하고. 난다. どうしたんだい? 遊撃士協会の者よ。 3日前の地震について 少し聞きたいことがあってね。 ああ、あれか。 かなりビビらされたよな。 地震なんて初めてだったから 何が起こったのかわからなかったし。 で、何について聞きたいんだい? うん、実はブラムさんから話を聞いたんだけど。 문지기 브람에게 들은 정보를 헤닝에 설명했다. なんだ、その話か。 ああ。 確かもう通過した人がいなかったかという話でしたね。ああ、4日前、つまり地震があった日の前日か。見張り終えて休憩所に入るとき、街道から奇妙な男が来るのを見た。奇妙な男？サングラスでブレ。それひょっとして仮面をつけた白ずくめの男だったりしないかい？おお、それはそうだけど。仮面？いくらなんでも。 そこまで怪しいやつじゃなかったけど。一旦ブルブラガン아니었고。黒いスーツを着た。맞네맞네。かなり背が高い男でさ。サングラス。黒い眼鏡をしてたんだ。黒い眼鏡。それって確かサングラスって言ったっけ。ええ、珍しいものみたいだし、同一人物の可能性が高そうね。あの黒い眼鏡サングラスっていうのか。とにかくこの休憩所に入るとき、そいつが街道から来るのを見てさ。 ここを通る旅行者は大抵この酒場を利用するから、後から入ってくると思ったんだ。ですが現れなかったんですね。ああ、その通りさ。ブラムのやつに聞いてみたけど誰も通ってないっていうし、あいつ居眠りばかりしてるけど、さすがにゲートを素通りさせるほど間抜けなやつじゃないからな。ただ勃発な。ならば弊社の方に用があっただけかもしれないよ。隊長さんに話があったとかね。 俺も気になったから隊長と副隊長に聞いてみたよ。そしたらその時間帯には誰も訪れなかったみたいだし。아무도 없었고。それじゃ俺が見たあの男は一体何しにここに来たんだ。そんなことを考えてるとなんだか頭が混乱しちゃってね。確かに怪しいやつね。
これはキリカさんに報告しといた方がいいかも。ええ、その方が良さそうね。情報提供感謝するわ。いやいや、話を聞いてもらえてこちらもすっきりしたよ。그렇다는건지진이일어난지역마다그검은선글라스의블랙남이등장했었다라는건데룽화이름도어렵네잠깐괜찮아네무슨일인가요우리유격사협회에서나왔는데조사협조해줄수있을까네그러죠어차피손님도없으니까요기묘한일이없었는지물었다떠오른게없네요얘는이제정보가딱히없는것같아요신경쓰이는일은특별한일도없었고가게에는그선글라스남이들어오지않았다라는것같아요좋습니다자그렇다는건마지막으로병사대장님한테인사하고여기를뜨면될것같아요근데사람진짜한4명있는것같은데병사야君たち部下たちから何か聞けたかい응実は선글라스를쓴남자가목격되었다는정보를전달했다헤닝그나야츠そんな男を見かけていたのか地震と関係あるかどうかはわからないが確かに怪しい男だ一応私の方からもレイストン要塞に報告しておこう다른요새에도보고했고よろしく頼むわさてここでの調査はこんなところね一旦ザイスに戻ってキリカさんに報告しましょううん了解자차이스로돌아와보도록하겠습니다이럴때자동이동이되면얼마나편할까가자집에가자이벤트발동오이君たち어대장님왜우리를よかった間に合ったようだねあれ隊長さんどうなさったんですか実は先ほどの話をレイストン要塞に連絡したんだが그쪽에도뭐가있구나意外な情報を聞かされてね君たちにも知らせねばと思ったんだ意外な情報私たちに知らせるってことはひょっとしてまさかつい今しがたセントハイム門で局地的な地震が発生したらしいあ、なんですって소식을들은에스테리링은급히생트하임게이트로향했다어자동이동됐다어다엎어져있네통같은거생트하임게이트まったく遊撃士というのはわけがわからんな見ての通り地震の後片付けで皆忙しくしているのだ調査なら後にしてもらえないか悪いけどこちらも仕事なの片付けの邪魔はしないから調査許可をいただけないかしらふん司令部からの指示がなければ断っているところだが이런애들한테우리아빠가누군지알아막한번해줘야되는데아참협조성이없네私は急ぎの仕事があるので地震の発生状況についてはタルバウト副長から聞きたまえすぐそこの部屋の奥にある倉庫で片付けをしているはずだ了解タルバウト副長ね他の者の後片付けの邪魔はできるだけしないでくれたまえそれでは私は失礼する딱한문장이면그냥아예죄송합니다받들어모시겠습니다뭐든지말만하십시오그렇게될텐데협조성이없어なんだか大変そうね私たちも片付けの手伝いをした方がいいのかしらまあ一応は軍事施設だから余計なことはしない方がいいわね機密書類とかあるかもしれないしそれもそっかそれにしても被害状況がザイス市の地震と違いますねあの時はこんなに物が散乱していませんでしたけどうんそのあたりの違いは確認した方がいいかもしれないねあとは怪しい人物の目撃情報かな例のサングラス男ねまずは副長っていう人に詳しい事情を聞いてみましょうじゃあ部長이라는사람을찾아보자부장부장아마도소대장을추천아추측되는부장이사람은군인이아닌데리바이사제뭐군부대에있는어웨인브루스웨인어디보자아까이사람들어왔는데고텔벗부장텔벗어디있는거지텔벗너헥토르올라가야되나
올라가 볼까? 여기는 아마 그 성벽 위로 가는 걸 테니까 아닐 테고. 그렇다는 거는 나가서, 아, 여기도 공간이 있구나. 누구세요? 탈리아. 민간인이 있네? 정리부터 해야지. 요런 방들 중에 아마 텔벗 부장이 있겠죠? 왠지 여기 있을 것 같은데 아니네. 민간인들 많네. 산지트, 그 다음에 타미, 이런 애들 중에서도 뭔가 정보를, 선글라스 남을 목격했다거나 그런 게 있을 수도 있으니까 한번 병사 줄 물어봐야겠죠? 이쪽 라인은 아무것도 없네. 밖에는 뭐가 없구나. 안에서 해야 되는구나. 안쪽에서 여기 볼까? 오토가와니 요지와 나이요네. 어허, 왕도 가는 길이구나 여긴. 그렇다는 거는, 어, 뭐야, 다 본 거 아님? 위 말고? 아, 여기, 아닌데? 처음에 들어간 방의 안쪽, 여기. 여기 뭐, 아, 이 공간이 하나 더 있구나. 아, 여기 얘인가 보다. 어, 오케이. 야레, 야레. 전부 片付けるのは 텔벗 부장. 苦労ですね. 夕方までには終わらせないと. お忙しいところ失礼します. おや? あなた方は? 에셀 일행은 유격사임을 밝히고 진실조사를 왔다는 걸 설명했다. 고苦労様です. 지진의 발생 상황을 お知りになりたいんですか? 예. 詳しくお願いするわ. 우리 친구는 친절하네요. 承知しました. 어, 이래야지. 지진은 昼の 1時頃 大体 2時間前に 起きました. 積み上げた木箱が崩れるくらいの大きい揺れで 30秒ほど続いていましたね. 이번엔 규모가 좀 큰데? あれ? それじゃ ボルフトリデの地震と比べると 이번 지진은 볼프요새의 지진과 비교하면 심하게 흔들렸다, 오랫동안 흔들렸다, 양쪽 다, 양쪽 다죠? そうですね. 揺れの強さも大きいし時間も長くなっています. そして私たちも感じたツァイス市の地震だけど 強さにしても時間にしてもその中間くらいだったはずよ. つまりこの局地的な地震は回を増すごとに危険になっている. 뭔가 실험이 점점 완성 단계가 되고 있는 것 같다. 大変じゃない. 確かに 由々しき事態ですね. しかし 自然現象である以上 防ぐ手立てもなさそうですし. 遊撃士協会には何か対策がおありなんですか? うーん確信はないけどちょっと心当たりがあってね. ところで地震の前後に奇妙なことが起こらなかった? 不審人物が目撃されたとか. 不審人物? サングラスナム? 確か昨日チェスリー君が奇妙な男を見たと言ってましたね. 여기도 있었네. 屋上で片付けをしていますから奥さん詳しく聞いてみるといいでしょう。わかったわ。屋上にいるチェスリーさんね。協力どうもありがとう。いえいえ、お役目ご苦労様です。奥さんチェスリー。 왠지 뭐 메인 요리가 따로 있고 거기다가 조미료 같은 걸로 곁들여서 넣으면은 되게 맛있을 것 같은, 네, 그런 이름인데 체슬리, 파슬리 같기도 하고. 아까 거기서 나갔어야 되나? 아, 옥상이면은 하나 더. 오케이. 여기에 체슬리가 너니? 안톤. 오노다, 오노. 너는? 릭스. 떨어질 뻔했다고? 정말 떨어졌을지도 몰라. 운이 좋다니까. 너구나. 아레? 君たちは? 아나타가 체슬리さんね? 유격시協会のものよ. 사키노지신について 聞きたいことがあるんだけど. 인물에 대해서 물었고? 아, 昨日の話か. 아, さすがに地震とは関係ないと思うんだけど ここで黒い眼鏡をかけたやたらと背の高い男を見かけたんだ. 일단 확실하고. 또? ボルフトリデでも目撃されたサングラスの男性ですね. その方、何をなさっていたんですか? いや、 ここに登ってきてしばらく景色を眺めていってから下に降りていっちゃったよ。黒い眼鏡なんて見たことないからすごく気になったんだけど向こうも話しかけてこなかったし声をかける機会をなくしちゃってさ。そっか。他にその黒眼鏡の男を見かけた人っていないのかな。それが変なんだよな。
あまりに変わったやつだったんで夕食の時に話題に出したんだけど、各地方まだ他のみんなはそんなやつ見かけなかったとか言うんだよ。唯一食堂で働いているタミーって子が見たらしいけど、うん、여긴두명이다。俺太りてと違ってこの関所は人通りも多そうだ。それにもかかわらず目撃者はたったの二人だけ。少し不自然なものを感じるね。念のためその娘さんにも話を聞いてみることにしましょう。食堂で働いているタミーさんね。タミー、ありがとう、助かったわ。お役に立てて何よりだ。調査頑張ってくれよ。じゃ、食堂에서일하고있는타미타미플루네안녕히주무세요잘자요타미를만나러가보겠습니다어어어열렸구나깜짝이야왜그렇게튀게하고다니는걸까일부러목격을하게하려고하는것같은느낌인데이세계에는보니까선글라스가별로보급이안돼있고잘모르는그런상태인것같은데도불구하고선글라스를끼고일부러튀게하고목격을당하는것같은그런느낌이살짝있고요너지어사나이전골힘1200미라사나이의전골전골이름이힘이야어떤효과있길래사나이전골힘여기있다어전원회복에아직각이네 CP 35는좋은데조금애매하네이건대박산지트얘아니구나너구나아ようやく片付いたわ타미어라あなたがタミーさんね。私たちは遊撃士協会のものよ。実はちょっと聞きたいことがあるんだけど。그녀は목격했다는선글라스남자에대해서물었다。ああ、あの人ね。昨日の休憩時間に2階の廊下ですれ違ったの。多分屋上から戻ってきた帰りなんだと思うんだけど。兵士君の証言と一致するね。それで君、すれ違っただけで言葉は交わさなかったのかい？一応挨拶はしたわよ。そしたらその人にやりと笑ってよって一言返事をしたの。久しぶり。それがまたワイルドな感じでしびれちゃったのよね。うん。少しずつ人物像が見えてきたわね。どんな服を着ていたのかしら。黒いスーツだったけど胸元を開けて着こなしていたわ。약간あと両方の手に野性味넘치는中年。그런이미지。サングラスに黒いスーツ。そして黒いグローブと来たか。めちゃくちゃ怪しいわね。怪しいっていうか、どう猛で危険な香りのする人だったわ。危ない魅力っていうやつ？それはともかく、すれ違って挨拶しただけで、あとは見かけていないわけね。ええ、その通りよ。追いかけてお近づきになろうとしたんだけど、変な場所で見失っちゃってね。変な場所？見てもらった方が早いわね。ねえ、サンジートさん、ちょっと外に出てもいい？お、直接案内까지？まあ、仕方ねえやな。仕込みまでには戻ってこいよ。お、친절해、친절해。무슨감옥가는ちょうどここでその人とすれ違ったのよね。お、いろんでそ？で、その人はそのまま向こうの方に歩いて行って。私は彼に話しかけるべく廊下を引き返したわけなのよ。그런데ふむふむ없었나そして角を曲がったところでそこの扉が閉まるのを見かけたの。あ、よ、옆에있는だから私てっきり彼がここから外に出たと思ったのよね。話しかけるチャンスとその後追いかけたんだけど。그랬는데이곳은낭떠러지막다른성벽인가보다이사外に出てみると彼の姿がどこにもなくてね。つまりこの場所で見失っちゃったわけなのよ。見失ったってここ行き止まりですよね。うん、まさかこの高さから飛び降りたとも思えないし、多分こっちに来たっていうのは私の勘違いだったと思うわ。結局他の場所も探したけど彼の姿は見つからなくてね。
ちょっぴりブルーだったわ。かわいそうな子猫ちゃんだ。よかったら僕がそんな男のことは忘れさせて。混ぜ返すな。なるほど、大体状況はつかめたわ。ありがとう、助かったわ。どういたしまして。それであの人やっぱりお尋ね者なのかしら。遊撃士協会に追われる凄腕で冷血の暗殺者とか。それはわからないけど、注意すべき人物なのは確かね。もし見かけたとしても近寄らない方がいいと思うわよ。かっこいいけど仕方ないか。私は仕込みがあるからこれで失礼しちゃうわ。頑張ってね、遊撃士さんたち。자 이렇게 목격 정보를 듣긴 들었는데 아직까지는 아는 바가 없고 この高さから飛び降りたとも思えない。 エステルさん、誰かを思い出しませんか？ 아 레베. 오 레베가 점프했을 때 上級から飛び降りた金髪男、ロランス少尉ね。確かに、あいつと同じレベルならここから飛び降りても平気かも。ええ、これでサングラス男の正体は決まったと考えてもいいでしょう。怪盗に続く第二の執行者、つまりそういうことだね。間違いないでしょうね。ここでの調査は終了よ。ギルドに戻って報告しましょう。자선글라스남의정체는몸을먹는뱀의우르보르스의결사멤버중에하나다라는결론이얘네쪽에서나왔어요실제로맞을지어떨지는아직모르는상황이고어쨌든여긴돌아간다고보고하고와야되나그냥가도되겠지어다정리했네오호일처리빠른데갈게요꽤흔들리더라고요어똑같은말이고자이제돌아가도록하겠습니다유격사협회에가서보고하고나면은또이제새로운퀘스트가들어오겠죠뭔가어느지역에서또지진이일어나서그걸조사하기위해간다든가아니면우리가막는다든가자차이스로다시돌아가보도록하겠습니다요런부분은다시돌아가서보고하자라고말한다음에자동이동을시켜주면은좋을텐데이렇게직접와야돼또어여기아니잖아그냥날려주면좋을텐데어몹싫어이런끔찍한몹이돌아다니는세계가참이런데서일반인들이어떻게사는걸까이렇게가다가쭉가서자다왔습니다이제유격사협회에가서보고를한번해보도록하겠습니다보고보고보고유격사협회차이스지부어티타랑할아버지있어아레どうしたの二人とも。あ、エステルお姉ちゃん。완성이돼서전해주러왔나봐。ちょうどいいところに戻ってきたな。地震の調査を終わらせて報告に戻ってきたんだけど、どうしたのその機械は。よくぞ聞いてくれた。これが約束していたいいものじゃよ。그때안가르쳐줬던まあその説明はおいおいしてもらうとして、セントハイム門の地震も一応調べてくれたみたいね。ボルフトリデの調査と合わせて報告してもらいましょうか。うん、それなんだけど。ボルフヨセはセントハイムゲート、그리고차이스의시내에서의조사결과를보고했다。なるほど、地震の規模が大きくなっとるか。思ったよりも事態は深刻じゃな。うん、今度またツァイス市内で、あれ以上の大地震が起こったら大変なことになっちゃう。そして全ての場所で目撃されたサングラスの男、確かにその男が結社の人間である可能性は高そうね。こうなった以上、博士の実験に全面的に協力した方がいいでしょう。なるほど、その実験にこの装置が使われるというわけね。うん、その通り。これはわしが数年前に開発した視聴脈測定器でな、地面に設置することで視聴脈の流れをリアルタイムに感知測定することができるのじゃ。脈っていうんだっけ。毎度ながら聞くんだけど、視聴脈
って何？달달한맥주。地下深くに存在する巨大な七曜石の鉱脈のことなの。莫大なエネルギーで大地を少しずつ動かしているんだって。地脈、霊脈なんて表現されることもあるそうね。東方では龍脈だったかしら。龍脈。あら、よく知っているわね。東方では昔から龍脈の集う場所に都が作られたという歴史があるわ。大地のエネルギーを国の力に取り込むという発想ね。へえ、そうなんだ。ちょっと勉強になっちゃった。それでその装置を使えば地震を止めることができるんでしょうか？いや、流れを見るだけですから実際に地震を止めることは無理ですわい。じゃがゼムリア大陸の地震は七葉脈の流れが地層を歪めることで起きるものと言われてましてな。ですからその流れを調べれば何かが解けるかもしれんのですわい。なるほど。では次に地震が起きるまでに準備をする必要があるわけですね。装置が3つあるということは設置する場所も3箇所なのかしら。うん、地図を見てくれ。세군데설치를해야되고이제알려주겠죠設置してほしい場所はツァイス地方の3箇所になる。まずはトラット平原の北外れ、ストーンサークルがある場所じゃ。あ、그동그랗고빈공간。次はカルデア水道中間地点、ツァイスから歩いて最初の橋付近。여기는회복포인트있는곳。最後にレイストン要塞前じゃ。여긴그냥요새。以上の3箇所に装置を設置してもらいたい。うん、だいたい手順は分かったわ。ところで測定器の装置ってただ置くだけでもいいわけ？いや、そう単純ではない。測定用の検査針を正しい角度で地面に差し込む必要があるし、アンテナの設定も必要じゃ。이런이유로티타가アンテナというのは들어오겠구만。動力通信用の装置のことだね。すると測定した情報をどこかに送るというわけかい？ほう、なかなか鋭いの。外付けのアンテナで測定数値を演算オーブメントカペルに届けて七葉脈の動きを分析させるのじゃ。3箇所のポイントの情報をリアルタイムに分析できるのでかなり正確なことがわかるはずじゃよ。うん、なんだかすごそうな実験ね。それじゃあラッセル博士も装置の設置についてくるわけ？いや、わしはカペルの調整があるから手が開かなくてな。대신에귀여운티타를드리겠습니다。代わりにティータを連れて行ってくれ。よろしくお願いします。そっか、ティータなら百人力よね。シェラね、いいよね。もちろんよ。よろしくね、ティータちゃん。はい、シェラさん。それではわしはこれからカペルの入力調整を始める。すべての測定器を設置したら中央工房の演算室に来てくれ。うん、わかったわ。おじいちゃんも頑張ってね。이러면누가빠질까？이제슬슬클로제가빠질때가됐나？공부하러？次の地震が起きるまでに全部設置しなくちゃね。早速出発しますか。あ、ちょっと待って。一緒に行動するには少し人数が多すぎるね。5명이뭐가많다고。ここは待機メンバーを決めた方が良さそうだわ。게임아니랄까봐4명까지만동행할수있습니다。동행할メンバーを선정해주세요。오호、이런시스템이생겼네。야、이둘중에서빼라고지금。